はい、どうも、見つけ将棋アマ総帥ハッチーでございます。今回は日曜東京5レース、2歳1勝クラスの予想をしていきたいと思います。まあ、東京の5レース、芝 1400m のレースですけども、まあ、2歳1勝クラス、特別戦はね、すでに何レースか行われてますけど、多分平場戦ってこれが最初だと思うんですよね。まあ、そうなってくるとね、やっぱりやっとこうということでね、こうやってリストに入れといたんですが、まあ、そこに出てきてくれたのがね、僕がまあ後輩との、差しの勝負でね、POG で指名しているこちら。一番人気のリフレーム、こちらを軸でいきたいと思います。まあ、ネット競馬想定一番人気なんですが、まあ、前走のあの大外への逃避、まあ、それでも大外の拉致沿いを通って勝ってしまうんですからね、まあ、すごい、なんていうか、印象的な勝ち方をした馬なんですけれども、まあ、圧巻というかね、まあ、そこからのリトレーニングの様子を山口ステーブルさん、ずっとね、ツイッターで出していらっしゃいました。まあ、これもね、ある意味男気だと思います。まあ、なんていうかね、まあ、ここで仮にもう一回同じことを起こしてしまえば、まあ、あんだけ見せといてなんやねんというふうな意味でね、山口ステーブルさん の技術力とかそういったところの信頼にケチがついてしまうかもしれない。まあ、それでもまあ自分の馬ですよ。自分でまあこれからの牧場のことを考えて海外から血統を導入した。まあ、そしてそのそれでね、強そうな馬を引いてきて、それをどうやって自分でトレーニングしてというところでね、ほんとここで結果を出すっていうのが山口ステーブルさんにとっては大事なというのを全部見せてやってるというところにね、自信とかね、技術への自信、まあ、そして男気を感じて軸でいきたいと思います。まあ、そして2番人気テネラメンテ、まあ、2戦目で一変して勝ちました。まあ、距離延長でね、どこまでっていう感じで勝ってきたんで、まあ、ここはね、同じ距離、またやれるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そして、湘南ラスボス、2戦ともね、重馬場で好成績、1着、2着と上げてきております。まあ、荒れた馬場というのは合いそうなタイプで、東京がね、今結構、馬場状態ボロボロなんで、そこに対応できるんじゃないかということで、変えていきたいと思います。まあ、そして、ロンギングバース、まあ、ラブリーデイ3区、距離延長良さそうな父ですよね。まあ、2戦目の勝ち馬、3戦目でまで勝ち上がりかかりましたが、2戦目の勝ち馬はその後重賞3着、星雲ダイモスということでね、これもそこそこ期待できるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そして競泳ロナン。これはね、3戦目で一変して勝ち上がったんですが、それまで後ろからのレース、追走もままならなかったのが、うまくゲートを出て先行することができたというところで、逆に言えばね、まあ、ここからようやく競走馬としての走り方を身につけたと言えると思います。まあ、そうするとね、前走その勝ち上がりも優秀な指数やや重でね、いいレースができましたし、そこそこ力のいる馬場はうまく走るという馬だと思います。ここも変えていきたいと思います。まあ、そんなわけでこういう形でね、軸1頭紐4点狙ってみたいと思っております。またね、細かくいろいろやっていきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録しておいていただいて、まあ、通知はオフでっていうぐらいね、土日はたくさんレース予想してあげていくんで、皆さん一応登録だけしておいてください。以上、ハッチーでした。